上野智弘は千葉県出身のフリーアナウンサー。元文化放送アナウンサー。オフィスキーワード、エルファクトリーなどと業務提携。早稲田大学法学部卒業後の1991年にアナウンサーとして文化放送に入社。入社後は文化放送ライオンズナイター、文化放送ホームランナイターなどのプロ野球中継を中心にスポーツアナウンサーとして活躍した。 また、2008年の北京オリンピックでは、ラジオ中継の実況アナウンサーとして、ジャパンコンソーシアムへ派遣。野球、サッカー、ソフトボール、バレーボール、男子マラソンの中継で実況を担当した。2010年12月1日付の人事異動で、スポーツ部所属のアナウンサーから制作部のディレクターに転身した。同年11月30日の、 菅野史郎のアナログ情報バラエティシロバラでは、リスナーへの報告を兼ねて出演するとともに、過去の実況音源を放送した。この放送では、来年のお正月は、久しぶりに、箱根駅伝を見聞きする立場になりますと語った上で、当時の上司であった菅野歌郎からスポーツ部を代表して、花束を贈られた。ありがとうございます。